国道203号の当該区間。春田小学校前の歩道橋上から小木町、軍用滑走路は、かつて佐賀県小木郡小木町にあった大日本帝国海軍の簡易飛行場である。終戦間際の1945年6月、沖縄が陥落し、連合軍の本土上陸が確実視されると、帝国海軍は上陸部隊に対し短距離からの航空特攻攻撃を行うために、 牧場と呼称した、一区滑走路を全国に設営した。小木の滑走路もその一つで、国道203号線、畑田交差点から春田小学校手前までの約750メートルの区間で、道路沿い北川の農地を埋め立てて滑走路とすることにした。設営は、佐世保守府所属の第5211設営隊によって行われ、 長さ750メートル、幅30メートルの滑走路に加え、滑走路南側に格納庫、南北2カ所に延滞号などが作られた。しかし終戦を迎えたため、実際に使用されることはなかった。なお、特攻には、機上作業練習機シラギクが使用されることになっていた。終戦後は、米軍の管理下に置かれたが1945年中に返還されている。 その際に、佐世保海軍施設部から所有者に対し、復旧費が支払われたことが、佐賀県公文書館が所蔵する資料に残っている。戦後しばらくは小型機などが中期していた。県道を拡幅して作られたものであり、返還後も、もともと道路であった部分は引き続き道路として使用され、その他の部分は住宅地などになった。地域住民には道地を滑走路と呼ぶ人もいるが、 少なくなっている。また、付近には滑走路造営のために土を掘り出した後も残っている。ありがとうございます。